ですね。すりまへん。まあでも3つ上がってますからヒーローインタビュー決定ですから。いそうかな気配いただきました。もうこの次それがチヌなのかどうなのかちょっとまだ何とも言えない感じです。何とも言えない感じですね。違いますね。
ないですね。これはないですね。でも当たりがなんか遠いなと思っても、今日みたいな餌取りが多いときは団子を別打ちするしても慎重に打った方がいいですね。もうだからすんごいこうテンポが遅い打ち方ですよね。ガチャガチャ。アイゴですかね。これなんだろうな、これ。表面だけつつかれてる感じ。フグだと中身吸いますもんね。うん、全く塩が追っかけてきた。よっしゃ、拾えた。なんとか拾えた。気配が全くないって言ってたんで油断してましたけど。
そきついです。突然ですもん。気まぐれですね。同じようなサイズ。ずっとこのサイズ。また24センチかな。4枚目。ちょっと色白。ちょっと色白です。やっぱり続かない。ちょっと大きいか。でも今スパン短かったですね、うん、ちょっとサイズアップ。今日の最長寸。ちょっとよいしょ。さっきの1枚から3分30秒。そうですね、あっという間でしたね。よし、サイズアップ。これどうだ。これで今日の最長線いただきか。イエス。でもいつ来てもおかしくない感じですね、もう。よっしゃ、と思ったら。待って、こいつ。こばりちゃん。ここって水深何メーターぐらいなんですか。4の6、7メーターですかね。7メーター。ちょっと休憩。
これも上だけ動いてて下は動いてない感じですか。下はもうずっと今止まってる感じですね。上がちょっとこっちへ。そうですね。さっきやっぱり続いた時は底潮は動きがある感じが多少こっちに。ああ。ダメですね。すごい本当ですよ、水族館みたいになってますよ。ちょっとこのレンズでは映らんと思いますけど、これで見えるもんなんですかね。したらどうなんだ。どうですか。ちょもういなくなっちゃった。でもずっと上がこう左向かって流れ続けてるっていうのをちょっとあんまり見たことないんですけど、ちょっと珍しいですね。止まったりちょっと右行ったりとか繰り返しですもんね、大体いつも。もう今日はもう落とし込みが続いてますね。もうこれじゃないと釣れない感じですね。ぬか砂だったらおそらく団子釣りでいいと思うんですけどね。ぬか砂でやってる場合だったらどんな感じですか。ガッチガチに締める感じですか。ガッチガチに締めて団子で間を持たせて、はい、っていう感じですね。今日は水に変わりました。これ下も右に行ってるって判断していいですか？いや、下はそんなに行ってないと思いますけどね。上潮だけがそこまでテンションかかってこないんで、はい、おそらく上だけですね。おお、今日一じゃないです。いや、そうでもないです、ね、そうでもない。一緒ぐらい。あ、ちょっと大きい。あ、30いったか。ナイス。30いったか。30ありそう。こう昼のあと休憩して冷ました後は大概釣れます。今日は一つそのポイントの休ませ方っていうのと、その団子とそのチヌのこの間合いっ
そうですね、ここがポイントの話になりそうですね。なんかこの餌だから良かった悪かったみたいな話ではない、ね、そうじゃないですね、はい、もう完全に残る餌でってことですね、団子の打ち方と間の取り方、時間っていう軸とその幅っていうんですか、距離的な、うんうんうん、その2つありますよね。なんであのそこまで餌取りにやられないようにするためにこの餌を使ってるのであって、この餌じゃなきゃ釣れないとかそういうことじゃなくて、そういうわけじゃないですよっていうことですね。そこがいまいち浸透してないような、これエビが例えばこう下まで持つとか、はい、であのそこでちょっと待てるっていうんだったら、僕もエビでずっとやってますよ。ただ今日エビが途中で止められたり、はい、で、あのもう瞬殺だからコーンで、コーンとサナギでやってるっていうだけで、状況的に残る餌じゃないと釣れない状況だから来ない餌っていう感じですね、はい、やっぱり続かない。だから今日一回も這わせ方とかそういう話になってないですもんね。そのどこに打っていくかとか、そうですね、重りをどうするかとか、もう這わせとかもうちょっといらないですね。いつも一定ですもんね。重りによって矛先の曲がり方が違うだけ。それだけです。なんで広角を今やるのかとか、そのポイントを休ませるのかとか、 その具体的な方法論とか、その実際やってるところにフォーカスした動画で多分ないと思う。ないですね、そんなのは誰も言わないですもんね。てかやってないですよね。でもすっごい大事ですよね、今日みたいな一番大切シチュエーションでは。焦ってやっぱり団子をどんどん打っちゃう人っていっぱいいると思うんですよ。実はそれが一番あの釣果を遠ざけてるんですよね。もう餌取りゾーンを自分で作りに行って、チヌがそこにそのさらに外側にいて、もういつまでたっても入ってこれないもう。もうそれを自分で作り出してるんですよ。もう最悪ですね。今日は餌取りマルケで釣りにならんかったっていう人おるじゃないですか。はい、私です。あれはもう完全に自分でそうしてますからね。うん、真夏の清水なんかだとあえてそうしていく時もあるんですけど、まあそこチヌのそのなんですか、魚影が濃い、全体に対してチヌ あの比率が高いからですよね。そうなんですよ、はい、それはあのあっち側では成立するけど、こっちはやっぱそういうわけ、他の魚の方がいかないですからね、数が圧倒的に多いから、同じようなやり方じゃダメですよね、はい、そこら辺も考えながら団子の供給量を考えて、でまた質問なんですけど、例えばその全くそのサナギとかコーンが全く持たないみたいなことがずっと続いてた場合は、これはもうポイントっていうか、その団子の入れすぎとかもそういう形でも崩壊しちゃってるっていう、もうそのパターンが多いですね。もうそれはもうその場合も1時間とか2時間休むしかないですね。休めるっていう感じですね。手も足も出ませんでしたよ。本当にこの夏は団子の本当に量はものすごくシビアにいかないと、餌取りが多いから増えるっていう発想では違うってことですね。違いますよ、まあ、これも一番ベーシックな部分の話ですよね。
あえて団子を打ってすぐその足元に落とし込む。シルバーとレッドで、あの色が分かりやすいんで編集するとき助かります。団子落とし込み、団子落とし込みで。両方とも普通なんですよね。そうです。で、穂先一つでも全然その全然 違うロッドみたいですね。凝ってきますもんね。さっきおそらくこの辺で団子釣りでかけ損ねとるんですよ。ああ。でもこう潮が逆転して甲が残るようになったってことは、その甲ボコ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 取られ続けてる状況っていうのはやっぱりそれだけ釣りづらい状況ですね。はっきりしましたよね、これで。とはいえそのチヌがじゃあその潮神側にいてくれるかっていうのは。また別の話ですもんね。本当ここのサナギのフレッシュ感といい、質感といい、ものすごいいいですよ。いいですよね。信頼を置く。いや、それこそ入門者だと、例えばこういう落とし込みと団子の釣り分けっていうもの自体知らないと思いますよ。あの、やっぱりその今までの既存のメディアに出てる情報ってこんなこと書いてないですね。ないですもん。やっぱ団子の話ばっかりですから。これは本当に重要ですよ。釣りたいなら投げなさいぐらい大事ですよ。
本当にこの左右と奥のあの面で釣りができるっていうのはでかいですよね。でかいですよ。こうやって広がりますもん。でも不思議と今日そんなにフグたくさん釣ってるわけじゃないですもんね。これ3つ目とかそんなもんですよね。そんなもんですね。そうフグを避けたりとかしてるんですか。いや、あのそれっぽい当たりをかけてない感じですね。ああ、じゃあ、まあ、何らかの拍子にそれらしくない、要はフグらしくない当たりを出してしまった、そういう当たりは、のを拾ってしまってる。あの全部かけててますね。じゃあフグっぽい当たりというのは何ぞやって感じなんですけど、いいのかな。チヌってどっちかというとこうガツ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 、はい、でフグはピン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 っていうような、なんかそんな穂先の揺れ方が違うんですよね。で最初その見分けが効かなくて、そうです、ね、先にフグをかけてしまってポイントを荒らしちゃうみたいな。まあ、フグはあのかけてても問題ないですけどね。そのまあでも多分いっぱいいると思うんですよ、あのサイズのフグ、うん、それあの要は なかなか当たりが出せないからといってその手出してやってるともう延々とそれが続くってことになっちゃいますね。あるいは団子釣りで釣っとると針どんどんなくなるんですよ。ああ、もう針数気づかずに、はいはいはい、なるほど。だから団子釣りやってる時も、うん、あのフグの当たりなんかも絶対かけに行った方がいいですよ。あ、団子釣りの時はかけに行っていいんですね。かけに行った方がいい。あのあ、これフグだなっていうあたりは針数の方向も兼ねて、うん、落とし込みの時は落とし込みの時はここで誘い上げて落とせるんで、はい、じゃあなんかフグらしい当たりだなと思ってゆっくり誘い上げて、だなと思ったらこう上げてかわしてあげると、落とす、はい、いやもう本当有料級ですよね本当に。いやもうそれこそ巷のやつだとそういうあの、ね、置き直すっていうのはあまり丁寧に説明したものないですからね。やっとる人いないですからね、それを意識して。それが分かってきたらだいぶ変わるんじゃないですか。釣り自体が変わりますよ。で超過率も上がりますからね、絶対に。なんかやっぱりその動かしちゃうとチヌおらんくなるんやないかなみたいな、そういう先入観があるんでしょうね。そういうのはあの例えばこうボラをかけてチヌがいなくなるみたいなこと言うじゃないですか、はい、あれも他も信じてないです。まあそういうことに した方が都合がいいんですね。実際にあのボラかけて次の一投でチヌなんてことも散々ありますんで、あれ嘘やんっていうこといっぱいありますよ。あとあのボラがいたらチヌがいるも嘘ですからね。それ次絶対聞こうと思ってました。絶対嘘ですからね。まあ、嘘ではないと思うんですけど。必ずしもそうとは限らない。もう別にそれが絶対っていうわけじゃないですからね、でボラワンサカいるけどチヌいないよねみたいなことも当然ありえるわけですよね。まあ、あの春なんかは特にボラ湧きすぎたらもうチヌ絶対釣れないですよ、冬と春は。いわゆるノッコミチヌでもそういう傾向ありますか。そうです。本当有料級のお話いっぱい聞けましたけど、北灘なんかチヌが多いところでもボラ湧きすぎるとそうなりますよ、釣れなくなりますよ。もうそうなったら場合ってもうどうするんですか。とにかく団子を打たない。あ、ボラが団子に反応しちゃうから、もうとにかく団子を打たずに落とし込み徹底するっていう感じですね。で落とし込みでもボラがいるかいないか分かるんで、はい、
その間合い見てまた団子を打つとか打たないとかっていう判断になる、ね、あ、じゃあボラが多いポイントってなったら、そのボラの群れの集まり具合、そうです、動きを見ながら、その距離感をずっと測りながら、でオキアミの量とかを調整しながら、そういうなんかいわゆるボラとかフグみたいなゲドウのその動きとか集まり具合と、その地の寄せるとか興味引かせるためにオキアミを濃いめにするというのは、まあ、トレードオフじゃないですか。どっちを優先するかみたいな、要は2つレイヤーがあってそれぞれ考えないといけない。あのまずは1本で考えるんですよ、はい、1本で絶対知能を寄せるっていう考えでオキアミは混ぜるわけじゃないですか、はい、でもそれによって例えば絶対に他の餌も、あ、魚も寄りますよね、寄ります、はい、じゃあ何が寄ってるかっていうところから、あ、まずそこからスタートするんですね。そうです、これはいてもそんなに苦にならないとか、はい、これいると釣りにならないとか、その辺を判断しながら今度薄めていったり打たなかったり、あ、でそこの餌取りとの距離感に今度変わってくるんですよ。あ、じゃあもうそのフローチャート形式に進んでってるんですかね、基本的には。そうです、そうです、そうです、まず知能を寄せる、反応させるってところからスタートして、でまあなかなかそう知能じゃない魚がいっぱい集まってきたら、じゃあそれをどう、何ですか、 どこまでこう居つかせるか、はい、どのぐらい量をですね、そのイメージをずっと持ちながら、あの周期力って変えていってことですよ。ってことはその餌取りの濃さとか活発さとかを見ながらっていうことですね。そうです、そうです、だから餌取りが例えば団子を5個打って餌取りが100匹下に来たってなったら、はい、もう釣りにならんから、もう打たなくしてそれを10匹まで落とすような釣り、あ、極端に変わる時ありますよ。10匹まで落としたいのに全くいなくなるってこともあるんですけど、でもその瞬間に地の釣れるってことが多いんで、その辺のこの周魚の調整っていうのがすごく大切ですね、はい、特に深場なんかは。じゃあその餌取りのに対しての団子の供給量って話になってきた時には、その地を寄せるっていう発想はちょっと置いとくみたいな感じでいいんですね。そうです、そうです。でまた餌取りが薄くなったらまた最初に戻るリセットっていう感じですね。餌のその硬い柔らかいの、あの辺、要はコーン使うのかサナギ使うのかオキアミ使うのかみたいなのも、ある意味その餌取りの種類とか動きによって決まってくる。持つ残る餌がまず基本ですね、はい、でそれを探、まず探りながらっていうことですね。基本はもうオキアミ、それが瞬殺されるならコーン、サナギとかっていう感じになってきますね。それはローテーションとかっていうことではなく、本当に残る餌で待ちたいということですね、うん、ずっとやってると分かるんですよ。オキアミで程よく残るっていうのが分かるんですよ。すぐ取られるわけでもなく、かといってずっと取られないわけでもなく、あ、ちょうど今までオキアミが取られるっていう時があるんですよ。こういう時は団子を締めて、もうちょっとその団子のでの間をもうちょっと長くするとか。団子で間を長くする、短くするっていう話が多分またこれも巷では、まあ、まず聞くことないですよね。その持たせる持たせないっていうのは、まあ、その餌取りのアタックに対してみたいなニュアンスで語られることですけど、その間っていう概念になるわけですね。餌が出ている状態で待つよりも、団子に入っている状態でこう待った方が刺しは絶対守られるじゃないですか、はい、で団子って崩壊しながらちょっとでもこうなんかこう就業的なものも出てるんで、
を持たせながら魚を寄せれるっていう利点があるんですよ。だから早く終わるより、持たせてた方が出会えるチャンスは多くなりますね。それは活性が低いと踏んだ時も一緒です。一緒でいいですか。低ければ低いほどずっと団子の中のままでもいいですし、なんかそうするとなんか早くなんか着手と同時に割れるのが理想みたいなことをなんかよく昔見かけたもんですけどあれまた全然違うっていうことになりますよね。もうそっからもう何ですか、もうパラダイムシフト状態じゃないですか全然違うやんっていうところからスタートしないといけないから。でもそれ掴んだら西田さんの言うチヌは簡単に釣れるっていうのが分かってくるってことですね。まず団子に対する考え方がちょっとみんなは寄せるだけっていうものになっちゃってるんですよね。団子のせいにする人いますからね、釣れないのを。そうじゃなく団子は刺しを守るためにまず第一それですからね。はい、でついでに魚寄ってくださいねぐらいな感覚ですね。それを足したり引いたりしやすいっていうのもあるんでしょうね、その大きい網を潰して入れてくるっていうのは。だから勝山の動画なんかものすごいこう足したりこっちの薄いの出してきたり足したりってものすごいやってるんですよ。あの辺がですね、その餌取りとの距離測りながらで潮下から魚を上に上げてくるような打ち方ですね。この城が降りましたね。そういえばいないですね。見えないだけかと思ってましたけど。難しいですよね、本当に。普通に言えば、本当に団子の使い方だけでだいぶ変わりますよ。頭使いますよね。肝使って、頭も使って。どんどんひどくなってきます。どんどんひどくなってきます。今おらんか。おらんすね。
るしかないパターンなんで安心してくれんか。伝統のある呼吸。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。普通のもっといいシーンをいっぱい撮りたかったんですけどね、なかなか今日厳しくて、まあそれなりに釣り動画としてはいい内容の釣りが撮れたんじゃないかなと思います。また次回、僕ちょっとトーナメントがあるんで、それが終わったら、普通の本気の釣りをもっとバンバン撮れるように頑張りたいと思いますんで、また次回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、またお願いします。失礼します。